1931年、日本は満州事変で中国東北地方、すなわち満州全域を軍事占領し、満州国を建設した。その国の要所要所は日本人によって抑えられており、満州事変後に日本が作った傀儡国家だった。しかし、日本が満州国は歴史とした独立国だと強弁した根拠の一つは、この国の元首が愛新覚羅溥儀という人物だったことにある。溥儀は1922年まで中国大陸を支配した清王朝の最後の皇帝。清はもともと中国東北部に住んだ満州族の作った国であったため、その満州族の皇帝が元首を務める満州国には独立国家としての正当性があるという主張であった。清王朝崩壊後、溥儀は天津で暮らしていたが、1931年、そこから彼を満州に連れ出し、満州国の元首に据えたのが、中国の国民党政府に対し徹底的に揺さぶりをかけたことで有名な土肥原機関である。大陸で不審な事件が起きると土肥原機関が裏で糸を引いていると噂されるほど、その謀略志向は突出しており、1937年に始まった日中戦争でも数々の特務作戦の指揮を取ることになった。そしてこの組織は謀略のプロと呼ばれた機関長土肥原健治陸軍大佐を抜きにして語ることはできない。土肥原は仙台地方幼年学校から陸士に進み陸大を出たエリート軍人である。その生涯は大将になるまでは一貫して中国畑を歩み、軍政、軍令に関して勝負での要職経験は全くなく、大将まで上り詰めた珍しい例である。土肥原の陸士同期の第16期は岡村康次、板垣清志郎など、いわゆる多くの品屋を輩出。この3人は品屋のサンバガラスと呼ばれた。そんな土肥原と中国との関係は、中尉時代に北支の張家口で諜報勤務に就いたことに始まるという。土肥原は紛れもない陸軍軍人だったが、その経歴からは戦う武人のイメージは湧いてこない。彼はわずかな例外を除き、その軍人生活を陸軍の情報諜報部門の中で送った。中国語は堪能で、彼は陸軍幼年学校時代より中国への興味を持っていて、それが語学力に結びついていたという。また、おおらかで細かいことを気にしない性格の持ち主であったことが中国向きと目されていた。そしてソフトな語り口と交渉術を持ち、いかにも謀略と組む向きの人材だったというよ。土肥原の特に有名なエピソードは、溥儀を天津から連れ出したことである。清朝のラストエンペラー溥儀は1932年、関東軍が作り上げた傀儡国家、満州国の執政となるが、このコーディネーターとして土肥原の役割は大きかった。当時、溥儀は皇帝の称号も剥奪され、天津で軟禁状態にあったが満州へ脱出して新政権を樹立したいとの希望を持っていた。清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀が再び帝位に返り咲くためには、強大な軍事力を持つ関東軍を抜きにしては考えられなかった。10月27日、土肥原は天津に入った。国際連盟の理事会が11月16日に開催されることになっており、土肥原はその前に溥儀脱出を終了したいと考えていた。国際連盟で日本非難の決議が出れば脱出は不可能になるとの読みがあったのだ。土肥原は間もなく溥儀に面会を求め説得した。陰性していた溥儀を連れ出す説得の際、土肥原はこのように語ったという。関東軍は満州に対して領土的野心は全くなく、ただ誠心誠意満州人民が自己の新国家を建設するのを援助するものである。この機会を逃さず速やかに祖先発祥の地に戻って親しく新国家の指導に当たっていただきたい。日本はこの国家と公私同盟を結び、その主権と領土とを全力を挙げて保護すると溥儀は国の体制についてこう言った。私が知りたいのはその国家が共和制かそれとも帝国であるかどうかということです。腹壁ならば行きますが、そうでないなら私は行きません。もちろん帝国です。帝国ならば行きましょう。こうして溥儀は納得した。帝国、つまりは腹壁を信じての満州域だった。この辺りの正確なやり取りは不明だが、疑念があっても溥儀が行きたかったであろうことは間違いないと思われる。溥儀は土肥原のこと、顔に終始温厚で、へりくだった笑みをたたえていた。その笑顔はいかにも自分の言うことは全て信用できるのだということを人に感じさせるものであった。と書き残している。結果的に溥儀は皇帝復活の夢を果たすことはできたが、それは彼が無双した皇帝の実際とはかけ離れたものだった。土肥原の発言は決して嘘ではなかった。満州国が建国された際、溥儀は執政という肩書きを持って迎え入れられたのだが、その2年後には満州国皇帝に即位することになったからである。ただ満州国において皇帝は何の権限も持っておらず、名ばかりの存在であったというよ。土肥原には溥儀連れ出し以外にももう一つ大きな謀略を成し遂げている。それは華北文理工作の一端を担った土肥原新徳准協定である。軍事力を背景にした圧力だったが、ここでも土肥原の対中交渉術が発揮されることとなった。これらの各種謀略はアラビアのローレンスになぞらえて東洋のローレンス、満蒙のローレンスと呼ばれた。こうした呼び方は日本人ばかりではなく中国人や西洋メディアでも使われていた。ところで満州事変は関東軍の謀略で発生したが、その中心人物は板垣清志郎と石原莞爾であった。
土肥原は直接的には関与していなかったらしい。法典と組む機関員で土肥原の部下であった花屋忠少佐は謀略の一味であったが、首謀者の石原幹事は土肥原に知らせると品人に漏れると警戒していたという。1932年4月、満州建国直後、満州事変の真相究明と満州国の実態調査のため来満した立敦調査団の団長立敦卿が当時ハルビンと組む機関長であった土肥原に面会している。その時立敦は土肥原によほど怪異な面構えと思ったが親しみやすい顔で安心したと言ったと伝えられている。噂とは異なり、土肥原の態度、物腰はぶばったところや豪傑風のところは少しもなく、大変温厚で柔和な人物であったらしい。土肥原は非常に物事に無頓着で身辺を飾らず、当時の軍人にはありうべからざることに軍刀をつわずに出勤したり、軍帽の代わりに取り打ち帽子をかぶっていたり、袴の片方に両足を入れて歩いていたという逸話が残されている。師団長時代の土肥原は部下には常に精神を持って中国民衆に臨め、中国民衆から挑発するな、部落を焼くな、女を犯すなと指示し、軍旗は他部隊に比べ厳正であったという。土肥原にはあまり切れ者という印象は湧かないが、土肥原の同期で軍務局長時代に惨殺された永田鉄山は、土肥原の最智の鋭さは同僚比肩するものなしと語っていたという。土肥原の軍歴は20年以上に及ぶ中国勤務に彩られているが、野蒙藩事件が発生して以降、土肥原と中国との縁は切れ、1945年4月には陸軍参長官の一つ教育総監に上り詰める。終戦後の1945年9月11日、東条英機等39名の第一次戦犯リストが発表され、次々と逮捕された。土肥原の名はこの中になかったが、別途単独に逮捕された。一時指名リストに土肥原の名が漏れているのに気づいた中国が、アメリカに土肥原の逮捕を強硬に求めたという。蒋介石自身がリストアップした戦犯指名者は、土肥原が1位であり、板垣征四郎が2位となっていた。判決は絞首刑であった。しかしながら、土肥原の経歴で見てきたように、満州事変についての暴議には参加しておらず、品事変や大英米戦争についても土肥原はこれらを推進する立場にはなかった。とはいえ、土肥原が中国で果たしてきた各種謀略工作の数々は、本人にとっては明治以来の国策に沿ったものであり、かつそのことが中国にとっても良かれと信じて行動してきたものと思われるが、中国にとっては耐え難いものであったのだろうか。多くの品屋に共通する欠点は、中国民衆のナショナリズムに対する理解の不足であろう。中国の立場に立ってみれば、土肥原が中国で果たしてきた各種謀略工作は、中国侵略の共同防御および遂行の主犯として許しがたきものであったことも理解できる。とはいえ、土肥原にしてみれば言いたいことはいくらもあったはずであるが、東京裁判においては事故については一切弁明せず、口述書も提出していない。土肥原は1948年12月23日0時過ぎ、東条はじめ他の A 級戦犯6名と共に絞首刑に処せられた。土肥原が家族に宛てた手紙には、幼年学校時代から中国に関心を持ち、中尉の時中国を担当してから研究を続けてきた自分として、今日の事態に至ったことは誠に遺憾であるが、しかし自分が処刑されることによって中国の国民が納得してくれるならば満足である。またこの旅の裁判は全世界の永久平和と親善のため行われたということであるが、それならば誠に喜ばしい限りである。故に私の処刑については悲しむなと書いてあったという。